白石主任が消えたせいで本庁に戻ってから残業続きなんですのよ。おかげで肌がボロボロで。主任が戻ってこようものならスキンケア用品を破産するまで買わせると私心に決めているのです。ああはいはい、便乗できそうならそこに高い肉も追加しといてよ。いいですわね、見たことのない値段の高級肉をたらふくご馳走してもらいましょう。構いませんわよ。ああそうだ、桜川さん聞いてください。お前仕事上がってたんだな。計算狂った。もう家か。歌舞伎町？それはホストクラブがあるあの歌舞伎町か？桜川さん、なんだってお前をそんなとこに連れてくかな。待ってくれ、ホスト野郎なんかに指一本触れさせるわけにはいかねえ。今すぐ迎えに行く。やっと覚悟決めたんだ。いや、お前に限って間違いはねえだろうが、上司の誘いだからって断っても…焼き鳥？そうだ、冷静に考えりゃ桜川さんはイケメンより肉を選ぶ人だった。いや、そんなことねえよ。俺だってできることなら俺たちだけの秘密にしたかったし、あの日さ、俺本当に嬉しかったんだ。これ以上ないくらい幸せだった。でもきっかけをくれたのはお前だろ。すげえ勇気出して俺の背中を押してくれた。大事な女に任せっぱなしじゃいられねえ。だから今度は俺の番だ。お前今歌舞伎町のどこにいる？わかった、今から行くから。悪いけどそこで待っててくれ。何？どうかしたの？星野さん、それはできませんわ。食べ放題は時間制限付きですのよ。一緒に行って共にスタートを切らなければいけませんの。これは戦です。ダメですわ。今日は私、二人にとことん話を聞いてもらうつもりでいますもの。星野さんが参加すると聞いて、とっても楽しみにしていたんですから。飲みモードの向井さん相手するのは、私だけじゃ骨が折れるからさ。榎本の用事が終わるまで待ってるよ。あれ、榎本じゃない？
何か抱えてますわね。なんだろう。星野、あんたなんか聞いてないの？もっとバリバリ仕事をこなせるようになってからとか、付き合っていく中で自然とそうなるのを待つべきとか、考えに考え抜いたんだけどさ、そういうのグダグダ考えるのは俺らしくない。だから今の気持ちを全部まっすぐお前にぶつけることにした。うまいことしたくてもなかなかかっこよく決まらない。自分でも残念なやつだと思う。でもこれが俺だ。告白した時からずっと守りたいのも、これから一生添い遂げたいと思うのも、全部お前しかいない。和樹からお前を奪うのはまだ早いとか言い訳はいろいろあって、でも今回みたいに会えない日が続くと、なんかもうダメで、年上だし余裕見せたいけど、日に日に気持ちが膨らんでいくんだ。もうなんつうかパンク寸前なんだよ。告白の時も、教会での予行練習でも、他にもたくさん好きは伝えてきたけど、もうそれだけじゃ足りない。だから、星野一華さん、俺の生涯のパートナーになってください。絶滅危惧種、こう来るとはね。すっげえな、あいつ。普通歌舞伎町のど真ん中でプロポーズするか。あ！ここで逃げたら男が廃る。俺はお前と幸せになるんだ。外野なんか気にすんな。お前は俺だけ見てればいいんだ。長い夜が明け、朝日が世界を。え、マジか。いや、一応事前にセリフ考えたんだけど、いざ言おうとしたら全部吹っ飛んでさ。結局勢いで思ったまんま言っちまった。その方が俺らしいっちゃらしいけど、これ直した。手と手を取り合い。やった。受け入れてくれてありがとな。お、こ
これから先もずっとずっと一緒にいようなShining every day, every night. 手と手を取り合って、笑って、踏み出した一歩。Dear precious one, 幸せがこの空のようにどこまでも続けばいい。ああ、なんか親父も緊張してたみたいでさ、何着ればいいか、第一声はどうするかまで直前まで迷ってたらしいぞ。そうか？俺親父ほどちょっとつ盲信じゃねえぞ。ああ、そういや確かに、お前のご両親に会いに行くとき、俺も服装は迷ったけどさ。そりゃ、大事な娘さんを奪ってく男だぜ。俺は親父さんから一発殴られるのも覚悟してた。家族にもいろんな形があるからな。でもお前と会えたのはご両親のおかげだし、ちゃんと挨拶できて嬉しかったぜ。つーか、うちの家族が騒ぎすぎなんだよ。お前がこんな可愛い嫁さんもらえるなんて、そんなバカな奇跡かとかさ、上京して頑張ってきた息子に対してひどくないか。もうちょっと言い方ってもんがあると思うんだよな。
あんま持ち上げるなって。みんなすぐ調子に乗るんだ、俺の家族だけにな。生まれ故郷でお前と夕日を眺める日が来るなんてな。遠いのにここまで来てくれてありがとな。俺が育った場所を案内できて嬉しかった。ああ、お前と結ばれた時も、プロポーズを受けてくれた時も、最高に幸せだって思ったけどさ。こうして、ただ並んで歩いてるだけでも、やっぱ幸せで。これからも毎日、大切なもんが増えてくんだろうな。でも、その中でも変わらないものがある。俺にとって一番大切なのは、一花、お前だ。ここで過ごしてた頃は、他人を信じるのが当たり前で、疑うことなんて知らなかった。だけど上京して、警察官になって、ただがむしゃらに頑張ることが正解じゃないって思い知った。見たくないものを見なきゃいけない。そういうことから逃げられない仕事なのに、自分の弱さを突きつけられて、怖くて。うん。俺もだ。一人だったら今の俺はいない。誰にだって弱くてずるい部分はあって、小さい悪意と折り合いをつけて生活してる。みんな戦ってんだ。俺も。お前も。そういうのを自覚したら、弱さに負けちまった奴らのことがよくわかるようになった。誰だってそうなる可能性を秘めてる。そういう奴らと自分自身にこれからも向き合ってかなきゃならない。俺がへこたれそうになったら、また支えてくれるか。お前、なんでこのタイミングで俺よりかっこいいこと言うんだよ。そういうのは旦那に譲れ。見てろよ、結婚式ではあっと言わせてやっからな。おうよ、男に二言は。故郷の海ですら、俺の邪魔するのか！畜生！
せっかくだから言わせてもらうぞ、海のバカ野郎。笑ったな。まあいいか、お前が笑ってた方が嬉しいし、それにお前が濡れなくてよかった。10月とはいえ夜は冷えるからな、風邪ひいたら大変だ。いやいや、なんだよこれ、コントかよ。あもうびしょ濡れじゃねえか、風邪ひくっつったばかりなのによ、ったく。だな、忘れらんねえ思い出になった。俺たちの子供に言い伝えるとするか。マジで風邪ひくな。帰るか。帰ったら風呂入らなきゃな。そんで夕飯食って、タキコ交えてゲームだ。そりゃいいけど、お前のも見せてくれよ。ちっちゃいお前は可愛いだろうからな。可愛いに決まってんだろ、バカ。